ドイツ民謡、小鳥はたよな五先符とギタータブフタブラッチアは寄付法の一種で楽器固有の奏法を文字や数字で表示するものである。またタブラチュアフはそれらを記載した楽譜である。タブラチアの語源は一覧表などを意味するラテン語であるタブレトゥーラから来ている。現代ではタブフなどの省略型で親しまれている。 現代に連なるタブラチュアが使われ始めたのは14世紀以降である。1507年にはタブラチュアフによる世界初のリュートの曲集がフランチェスコ・スピナッチーノの手により出版された。これは弦を押さえる指のポジションが記号化されており音高と音調が示されていることもあって現代的なタブラチュアの元祖と言えるものである。この時代は イタリア、スペイン、フランス、ドイツなどで、リュート演奏が盛んに行われており、タブラチュアも各地で独自の発展を遂げ、時代によって大幅な変化が加えられていった。現代以降はギターを中心に一般的な楽譜となっている。特にギターでは、異なる芸の異なるポジションで同じ高さの音を出せるが、それぞれの場合で音色や経済性が異なるので、 初心者でも試行錯誤することなく最適なポジションで弾ける利点がある。欠点としては、五線譜と違い、楽天の知識を持っていてもタブラチュアフを見て、調整や和音を直感的に知るのが難しく、特定の楽器を手っ取り早く演奏できるが、火星を加えたり延長するなどのアレンジを行うには適していない。現代のタブラチュアフは、基本的に五線譜と同じ様式で、そこに、 指のポジションほか、楽器固有の情報を文字で付加するなどの書式追加がなされているものが多い。一般的な6弦ギター用のタブラチアフは、各々の,の,の弦に対応した6000歩を用意し、一番上を1弦、一番下を6弦とし、数字で指番のポジションを示すものである。例は、開放弦となる。線の本数は弦に応じて増減する。ベースギター用では4本が、 一般的。音の長さを表すときは、二分音符と全音符は数字を丸で囲み、必要に応じて五線符と同じように棒や、旗、点、スタッカートなどをつける。また、ギター独特の奏法を記すために、以下のような記号も使われる。伝統的なクンクンシーは、ゴー、オツ、ロー、ヨンなどの漢字で、各ポジションを表し、原稿用紙のようなマス目に、縦書きで書かれる。 アップストロークやハンマリングに対応した記号も添える。三線の長弦は、絶対音程だけでなく弦馬の相対音程も、バリエーションがあるが、クンクンシーは、音高ではなくポジションを表すので、タブラチュアフとみなせる。最近は、沖縄音楽の人気に伴い、ギターのタブラチュアフのように水平方向に弦に、対応した3本の直線を描き、その上に、 クンクンシーの漢字を五線譜風の音帳や小説記号を付加して記述したモダンなクンクンシータブフが普及している。ハーモニカ用のタブフは数字で穴番号を示す。吸音、武器音の区別には以下のようなものがある。ベンドなどの双方については独自の記述がなされることもある。クロマチックハーモニカ用に五線譜に番号がついているものもある。 スライド操作を示すが書かれている。これは穴番号を示すタブ歌でなく音名を表す数字符の場合もある。副音ハーモニカで用いられるものは音名を数字で表したもので、これはタブ符ではなく数字符である。ドラムス用のタブラチュア符はドラム符と呼ばれる。一般的な五線符を使って線やまそれぞれに打楽器を割り当てるもの。 鍵盤楽器用のタブラチアフは五線譜の線を指に対応させ音項を大文字で表示するものが代表例。リコーダー、ティンホイッスル、バグパイプ等の管楽技用のタブラチアは五線譜と併用する。音符の下に指穴の数だけ丸を縦に並べ押さえる穴を塗りつぶすものが代表的。横書き3 0譜。文化譜は法学者登録商標。 文化譜のように開放弦を0あるいは0とする場合と開放弦を1とする場合がある。自唄で多く用いられている大日本家庭音楽会発行の縦書き枠式の歌では3の糸は3要数字、2の糸は関数字、i の糸は関数字に絵をつけて表記する。開放弦はいずれも1であるので3の開放弦は1、2の開放弦は1。 愛の解放弦は1となる。オクターブ上は数字の右に、さらにそのオクターブ上はをつける。5個の穴を押さえるポジション符で全兵をロトし、順に、つ、れ、ち、リアルいははで表す。オクターブ上はまた一部表記が異なる。ありがとうございます。